最初にお知らせを1点させてください。明日までの期間限定で新プロジェクトを LINE で発表しております。すでにフォローしてくださっている方は LINE の方もご確認ください。よろしくお願いいたします。白坂慎太郎です。このチャンネルは社会の付加価値を最大化し続けることで子どもたちに明るい未来を渡すために、経営者の方へ事業戦略の知識を企業分析を通じて共有している番組です。今回のテーマです。今回は丸紅ですね。経営課題はということで考えていきたいと思います。はい、結論は選択と集中、これが丸紅の経営課題というふうに考えます。はい、では囲碁学びを深めていきます。丸紅とはどのような企業なのかということで、まあ、丸紅は商社ですということですよね。はい、なので、まあ、商社っていうのは、まあ、商売を行う会社ということですよね。まあ、商売を行う会社なんで商社ということです。で、商売というのは商品を仕入れて売るということで、まあ、商社っていうのは商品を仕入れて売る会社ということですよね。なので、まあ、商社は商品を作る製造業者の反対語でもあるということです。製造業者と商社ですね。製造業者の社会的な価値っていうのは商品そのものを作る。商社の社会的な価値っていうのは商品を仕入れて売るということで、まあ、商品の余りと商品の不足を埋めるというのが、まあ、商社の社会的な価値ということになります。はい、売り手と買い手をつなぐということで、まあ、売り手は余ってるので売りたいと、買い手は足りないので買いたいと。で、商社は売り手と買い手をつなぐ、まあ、これが基本ということです。で、商社の強みなんですけど、特定の商品にこだわる必要がないということですよね。これ製造業者だったら、まあ、自社で作った商品っていうのをなんとか売りたいということになるわけですけど、商社の場合は仕入れて売るわけですから、なので、まあ、特定の商品にこだわる必要がないということですよね。まあ、売れる時に売れるものを売ると、もし売れなくなったら代わりに今売れるものを仕入れればいいと、まあ、この柔軟さっていうのが商社の強みということが言えます。逆に商社の弱みっていうのは差別化ができないということですよね。まあ、自分たちで作ってるわけじゃないので仕入れるわけですよね。ってことは他の会社もそのものっていうのを、同じ商品同じサービスっていうのを仕入れるということができますから、他社も同じものを売れる、常に競合との競争っていうのがあるというのが商社の弱みということになります。はい、で、商社のリスクは中抜きされてしまうリスクということで、まあ、商社不要論という考え方もありますけれども、まあ、製造業がですね、直で売るようになると商社は存在価値がなくなってしまうということですよね。なので、まあ、商社の課題としては製造業者以上に販売網を広く拡大し続けるという必要があるということですよね。まあ、製造業者が直で売るよりももっと広くたくさんの人に売ることができる、もっとたくさんの企業に売ることができると、まあ、その販売網っていうのが、まあ、商社の、まあ、資産というか価値ということになるということです。はい、ということで、まあ、丸紅は商社ですということで、で、何をじゃあ仕入れるかっていうことなんですけれども、ある特定の業種の商品を仕入れるのが専門商社ですね。それに対してありとあらゆる業種の商品を仕入れるのが総合商社というふうになるということです。で、まあ、総合商社っていうのは実は日本独自で海外にはないということですよね。まあ、対応する英語がないので、まあ、総合商社というふうに呼ばれているということです。で、なぜ海外には総合商社がないのかって言ったら、まあ、一言で言えば不合理だからと。要するに、まあ、理論に合わないということですよね。まあ、経営の原理原則である選択と集中に反しているということで、まあ、ヨーロッパアメリカには基本的には総合商社という存在はないということです。はい、経済っていうのは分業による効率化によって発展するっていうのが基本なんですよね。だから、まあ、なんか例えば、一人の人が、まあ、全部やると、ね、昔の人はそうだったわけですよね。まあ、自分たちで例えば、お米を作って野菜を作って、ですね、そして例えば自分たちで着るものを作って、で、家を作って、ですよね、っていうふうにこう全部、1日24時間365日で、まあ、衣食住全部自分たちでやってたと、まあ、そういう時代っていうのもほんの160年ぐらい前まではやってたわけですよね。そこから一気に経済が発展したということであれば、じゃあ衣食住の衣は、ね、この人たちがやりましょうと、食はこの人たちがやりましょうと、で、住はこの人たちがやりましょうということで、お互いにこう専門化していって効率を高めていって余りを増やして、で、その余り同士っていうのを交換するという、こうね、分業によって
分業による専門化、そして効率化、そして効率化することによって生まれた余り余剰っていうのを、まあ、お金っていうもので交換するということで、まあ、経済っていうのは発展してきたわけですよね。それからすると、まあ、何でも仕入れて何でも売るっていうのは、まあ、分業による効率化が行われてないということですよね。まあ、要するにこう、ね、ありとあらゆる商品ありとあらゆるサービスに全部詳しくならないといけないということで、まあ、効率が悪いということですよね。でこの分野に関しては、ね、あそこが一番目利きだというのであれば効率がいいわけですよね。まあ、結局この分野この業種この商品に関しては、ね、うちが一番いい商品っていうのをまあ見極めることができますということであれば効率がいいんですけど、ありとあらゆるものに全て詳しくならないという総合商社っていうのは、まあ、特に社長とか経営陣っていうのはまあ務まらないわけですよね。まあ、そうなるとどうしても非効率になりますということです。まあ、結局全部自分たちでやるということになると、まあ、結局社会とか世界全体で見ると非効率ですよねと、よって海外には総合商社というのがないということです。日本独自の会社形式になっているということですよね。はい、日本には日本独自で総合商社というのが存在していますと、ゆえに、まあ、原油のような天然資源から航空機のような大型機械、さらにはラーメンのような日常食料品までありとあらゆる商品を、仕入れて売っているということですよね。まあ、何を、売っている会社なんですかって言ったら、まあ、売れるものであれば何でもという、まあ、そのこだわりのなさというのが、まあ、総合商社の、まあ、強みというふうにされているということです。はい、ここまでを踏まえた上で今回丸紅ということなんですけれども、まあ、丸紅は昨年2020年3月期赤字決算を発表しています。当期純利益最終利益として1974億円の赤字という、まあ、決算だったということですよね。で次の翌2021年、これがまあこの動画を撮っている時点では一番最新の決算ということになりますけれども、まあ、この翌2021年3月期は黒字を確保できていますということですよね。まあ、2330億の黒字決算でしたということです。ただし黒字決算だったんですけど減収なんですよね。 6.3 兆円ということで前の赤字決算だった年から比べると、まあ、売上が 7.3% 減って、まあ、黒字決算ということです。はい、でよくよく冷静に見ると実は12年間利益額、まあ、この利益っていうのは営業利益ですね。本業の営業利益なんですけども、まあ、それが2009年から2021年までよく冷静に見ると、まあ、伸びてないと、ね、成長してないということですよね。まあ、2009年が2340億で1189、1457、1573、1529、1574、1606、1042、915、1180、1730、1338で今回が1415ということなので、まあ、本業の営業利益っていうのは実はこの12年間伸びてないということですよね。まあ、つまり成長してないという言い方ができます。はい、つまり2021年3月期一番新しい最新の、まあ、直近決算で言うならば大幅減収を、ね、まあ、かなり、実際は売上が今回は減ったんですけれども、まあ、だから2020、2021ということで 2年連続、まあ、減収なんですよね。で大幅減収をそれを、まあ、大幅な原価削減で対応したために、まあ、黒字が確保できたということであって、まあ、今後持続的に成長するかという視点での本質的な経営課題が解決されているとは言えないということですよね。まあ、赤字発表しました、でも次の年は黒字確保しました、でも売上減ってますということで、まあ、実際はその、ね、取引量を減らして、まあね、原価が減ってるということですよね。 だからといって今後じゃあ、ね、もう一回こう本業の営業利益が伸びていくかって言ったら、まあ、その本質的な課題っていうのは解決されているとは言えないという状態です。で改めて昨年ですね、2020年3月の赤字の原因は何だったのかっていうのを見てみると、実際はですね、もうかなりの資産で減損を計上しているということですよね。まあ、ざーっと見ていくと、例えばアメリカ・メキシコ湾の石油ガス開発事業における固定資産の減損、940億ですね。それから穀物事業の買収に伴い、のれんの減損損失、783億、チリ同事業投資の減損損失が603億、イギリス領北海油田、北海石油ですね、ガス開発事業における固定資産の減損、575億、米国航空機リース事業投資の減損損失が392億、フィリピンインフラ事業投資の減損損失が211億、アメリカの西海岸穀物輸出事業投資の減損損失が199億ですね。でイギリスの洋上風力、事業、投資の減損損失が155億ですね。でパプアニューギ
ギニアにおける NNG ですね、天然ガス、事業投資の減損損失が136億ですよね、まあ、こういったふうにものすごくいろんな分野の、まあ、減損を、計上していて、はっきり言ったら、まあ、過去の投資の失敗ということで、まあ、資産を、ね、大きく、まあね、減らしたということですよね。この資産を減らした分っていうのを、まあね、日本の会計基準で言えば特別損失という形で計上ですよね。まあ、あの丸紅は国際会計基準 IFRS を使っているので、まあ、特別損失という項目ではないんですけれども、まあ、いずれにしてもそれだけ1年間で資産というのを減らしたということですよね。将来収益を生むであろう資産というのを減らして、それが結局赤字決算の原因になったということです。でここで気づきたいのは、まあね、ちょっとかなりこう広い分野で、ね、まあ、減損を、ね、計上しすぎじゃないかというふうに、まあ、気づきたいということです。はい、たった1年でこれだけいろいろな資産の減損を計上しなければならなかった本質的な原因は何なのかと。これはもう表面上の結果ですよね。結果としてこういった、まあね、いろんな分野で、ね、結局減損っていうのを計上して資産を減らしたわけですけど、じゃあそれを生み出した元ですよね、本質的な原因というのは何かっていうことなんですけど、まあ分析すると、まあ、私は組織図だというふうに考えます。はい、丸紅の組織図っていうのは、まあ、こういうふうにね、営業グループがあって、さらにこの営業部、グループの下に営業本部ということで、まあ、14の、事業というのが、まあ、ぶら下がっているという、まあ、その組織図になっているということですよね。この組織図はかなりこう、ね、本質的に改善が図られる必要があるというふうに考えます。はい、でまあ基礎の知識として、まあ、組織と人っていうね、大きな課題があります。組織っていうのは構造ですと、まあ、システムですよね、まあ、だから、まあ、例えばパソコンとかスマホとか、まあ、そういう、こうハードウェアに当たるものが組織というものになります。それに対して人っていうのはその構造システムの中で働く存在ということで、まあ、機械に例えるならば、パソコンだったらソフトとかで、スマートフォンだったらアプリとか、っていうのは、まあ組織の中で言えば人っていうのに当たるということですよね。だから組織と人っていうのは、まあ構造と、ね、人っていう言い方ができる、システムと人っていう言い方ができるということです。はい、なので、まあ、どれほど優秀なアプリだったとしても、そもそもスマホという機械そのものに欠陥があればアプリの性能は発揮されないですよねと。ね、すごくこうね、優秀なアプリ、すごく人の役に立つアプリが作られたとしたとしても、じゃあそのアプリがうまく機能しません、起動しません、なんでですか。いや、そもそもスマホっていう機械、ハードウェアそのものが壊れてますよねと、いうことであれば、まあ、その中で働く仕事をする、ね、ソフトとかアプリとかっていうのがどれほど性能が良かったとしても、その性能って発揮されないわけです。で同じように、まあ、どれほど優秀な人材だったとしても、そもそも組織構造そのものに、まあ、組織構造、今回で言えば組織図ということになりますけれども、その組織構造、組織図そのものに欠陥があれば、まあ、人材の能力っていうのは発揮されないということですよね。どれだけ優秀な人を採用して、どれだけ、ね、いい教育を施したとしても、そもそもそのシステム、構造そのものに欠陥があれば、その人の能力っていうのはやっぱり発揮されないということです。でそうすると、まあ、丸紅の組織図っていうのは6グループ14事業部というふうになってるんですよね。でこの14という数字はあまりに多すぎます、ね、こんなに、ね、たくさんの事業部っていうのを抱えてるっていうのはもう多すぎるということです。グループへのカテゴリー分けも合理性がないということです。まず数が多くて、そしてなぜその、グループ分けなのかっていうことに対しての合理性っていうのも、まあ、ないということですよね。はい、で、まあ、丸紅の14事業ということで、まあ、ざーっと見ていきたいと思いますけれども、はい、グループが6つで事業部が14ということで、まず最初の1グループ目が生活産業グループですね。でここに3つの事業部があります。ライフスタイル本部、ということで、まあ、医療、フットウェア、生活用品ですね、繊維原料、などですね。それから情報不動産本部、なぜか情報と不動産っていうのが一つの事業部になっているということなんですけども、まあ、システムソリューション事業、ネットワーク事業、モバイル販売事業ですね。あと不動産関係で、まあ、リートとかですね、まあ、もしくは不動産のファンド運用とかですね、まあ、あとは物流、保険、まあ、こういったのをやってますということです。でフォレストプロダクツ、まあ、森林ですよね。だから、まあ、森林っていう原材料から中間製品の、まあ、パルプを作って、パルプっていう中間製品から紙を作るという、まあ部分ですね。でなぜかこれが3つが、1つの、生活
産業グループというふうになってますということですよね。まあ、このグループ分けもちょっと後でもう一回やりますけれども、まあ、なんかこうグループ分けにも合理性がないし、そもそも数も多いということですよね。はい、食料アグリ化学品グループということで、食料本部はトウモロコシ、大豆、小麦、菜種など穀物全般ですね。アグリ事業本部っていうのは、資材ですね、農薬とか肥料とか、種子とか、まあ、そういったものを扱ってますということです。で、化学品に関しては石油化学製品などを扱ってますということで、まあ、このね、食料アグリと、なぜか化学品っていうのが一つのグループになっているということです。はい、そしてエネルギー金属グループということで、まあ、エネルギー本部ですね、石油ガス、開発生産事業、天然ガスですね、金属っていうのは鉄鉱石、石炭、銅、の鉱山開発、アルミニウム、マグネシウムなどですね。それから電力インフラグループということで、電力本部ですね、発電事業、再生可能エネルギー発電、電力サービス事業などですね。で、インフラプロジェクト本部ということで、社会産業インフラ事業ということで、上下水道とかですね、鉄道、道路、港湾、空港などの交通インフラ事業、こういったのをやってますということです。はい、そして社会産業金融グループということで、航空船舶本部ですね、航空機エンジン部品のトレード事業、貿易ですね、ファンド組成、開発投資、民間航空、こういったのをやってますと。で、金融リース事業本部ということで、まあ、自動車機販売 金融事業、航空機、航空機エンジンですね、こういったのをやってますと。で、建機3機モビリティ本部ということで、建設鉱山機械の販売サービス及び金融事業、こういったのをやってますということです。で、最後は次世代事業開発ということで、まあ、中国子ども教育事業、インバウンド事業、次世代小売事業、スマートシティ、スマートインフラ事業などをやってますということで、まあ、こういう 6グループ14事業っていうのをやってるのが、まあ、丸紅というふうになっています。そしてこれがまあ組織図になってるということですよね。で、まあ、14事業もあると人の情報処理の限界を超えているので、まず経営陣が把握できないということです。例えば最終的には社長っていうのが、まあ、判断をすると、決裁をする、決断をするということになるわけですよね。この事業をやるとかやらないとか、この商品を取り扱うとか取り扱わないとか、もしくはこの分野に投資をするとかしないとか判断するわけですけど、その判断する側は人間ですよね。人間が経営陣であり、人間が社長をやってるわけですよ。で、その人である社長は、ね、14事業っていうのは把握できない。これはどんな優秀な人なのかっていう人の能力の問題じゃなくて、ね、そもそも人はそんなに多くの数っていうのを同時並列処理できないんですよね。まあ、ハーバードが発表しているのは7プラスマイナス2っていうのを言ってるんですけれども、基本7ですと。人間が同時並列処理することができる、人間の脳ですよね、脳みそ、脳が同時並列処理することができる数っていうのは基本7ですということです。だから7以下であるっていうことがすごく大事 で、それで7プラスマイナス2って言ってるんで、まあ、できれば7マイナス2で5ということですよね。で、どんなに頑張っても7プラス2で9ということで、基本7がいいんだけど、まあ、5から9ぐらいが、まあ、人がね、1回その状態で、まあ、物事を、情報処理する、まあ、物事を何か考える判断する時の、まあね、が限界ですよねと言ってるわけです。だから、まあ、5から9でできれば7っていう、ことですよね。最大でも9と、もう頑張って、9個のことを、まあ、同時並列で考えることが、まあ、できると、まあ、物理的な限界としてできるということを考えた時に、まあ、14事業のことを一緒に考えるってことは、これはもうできないわけですよね。だから情報処理できない、考えることもできない、だから当然適切な判断もできないということになります。そうすると、まあ、9を超えてるわけですから、14っていうのは、そうなるともう経営陣が全然理解してないとか把握できてないとか、っていう、ね、必ず漏れとか抜けとかミスっていうのが発生しちゃうわけですよね。いや、それは聞いてなかったとか知らなかったとか、ね、把握できてなかったということが出てきます。だから1年であんなにドンと、いろんな分野、いろんな事業で、結局減損処理っていうのをしなければならないということが出てくるということですよね。この事業の数が多すぎて、整理されてない組織図っていうのが本質的な、まあ、課題ということです。ここが解決されないと、まあ、また近い将来、ね、減損処理、そして減収ということは、十分起きうるということです。
はい、よって丸紅の組織図っていうのは改善される必要があるということですよね。で、改善ってどうすればいいのかっていうことなんですけど、改善には改善の原則っていうのがあって、まあ、ECRS の原則っていうふうに言われています。日本人向けだと、まあ、内受化の法則というふうに言われてるんですよね。まあ、これは通称です。正式名称ではありませんが、正式名称は ECRS の原則って言われてますけれども、まあ、通称、日本人向けだと、まあ、内受化の原則というふうに言われています。すなわち、まあ、改善するときはまず一番最初に何を考えた方がいいかっていったら、まずはなくせないかということですよね。そもそも14って多いよねと、ね、多いからまず数減らせないかなということで、まずなくすということから一番最初に考えるんですよね。まあ、これは整理整頓でも一緒ですけど、整理整頓の整理っていうのはまず捨てるってことですよね。まずそもそも管理しなければならないものをまず減らすと、ね、だから改善の原則、内受化で言うならば、まずなくせないかということを考えるということです。で、なくせないと、ね、残ったということであれば、じゃあ今度は一緒にできないかっていうふうに考えるわけです。要するに2つのものを1つに統合して、まあ、結局数を減らすということですよね。管理を上手にする唯一の方法っていうのは、そもそも管理するものを減らすっていうのがもう大原則なんですよね。たくさんのものを上手に管理するってことは不可能なので、まあ、人間の脳の情報処理 の、限界ですよね。無理なわけですよ。必ず忘れるとか、漏れてたとか、ミスが起きたとか、っていうことが起きるので、だからまずはなくせないか、そもそも捨てる、廃棄する、っていうことを最初に考えて、じゃあ捨てられない、廃棄できないっていうんだったら、じゃあ2つのものを1つにまとめられないかなとか、3つのものを1つにまとめられないかなっていうふうに一緒にできないかっていうのを考えるわけです。そして、まあね、理解しやすい、覚えやすいように、ね、管理しやすいように順番変えられないかということで、最後は見た目をシンプルにできないか、簡素化できないかということで、なくせないか、一緒にできないか、順番変えられないか、簡素化できないかで内受化っていうふうに言われているということです。だから今回の丸紅の組織図っていうのも同じような考え方で、ね、まあ、整理していくことができる、改善していくことができるというふうに思います。はい、で、丸紅の組織図の改善案なんですけど、まずなくせないかっていうことなんですけど、これは1グループ2事業部はもう論理的には廃止すべきというふうに考えます。グループでいうと電力インフラグループですね。事業部でいうと電力事業部とプラント事業部、この1グループ2事業は廃止すべきというふうに考えます。で、なぜ廃止すべきかというふうに考えるかというと、まず電力の直近3年の営業利益を見ると、赤字102億、赤字139億、赤字249億ということですよね。で、プラントもね、まあ、こうプラントっていうのはインフラ事業ですけれども、ね、赤字33億、赤字45億、赤字54億というふうになっています。いずれも3年連続で赤字、しかも赤字が拡大していってるんですよね。で、さらに今後も競合に勝てる見込みがない。要するに長く続けていれば、じゃあこれがいつか黒字に転換して、まあ、例えば赤字の底を打って、黒字転換していくっていう見込みもないということです。なぜ見込みがないっていうことができるかっていうと、まあ、電力っていうのは結局これ売るってことですよね。最後、ね、発電するなり仕入れるなり、どっちにしても最後は電力を売るっていうことになるわけです。商社ですからね。なので結局じゃあ誰が買うんですかって言った時に、まあ、これ電力会社が買うってことになるわけですよね。まあ、例えば日本で言えば東京電力東電とか、関西電力関電とか中部電力中電とかっていうのが買うということになるわけですけど、まあ、そのね、電気の買取価格っていうのが毎年下がってるわけですよね。だから、まあ、最初はその2011年の福島原発があって、ね、じゃあ原発を全部止めましょうという話になって、で結局じゃあね、最初は、ね、42円で、電力会社が、まあね、太陽光発電で、発電された電気を買うというところで、まあ、42円からスタートしているわけですけど、今もう10円台まで下がっているわけですよね。基本的にはやっぱりその、ね、東京電力も関西電力も中部電力も、中国電力も四国電力も九州電力も東北電力も全部やっぱり民間企業なので、基本的には建前的には、なのでやっぱりね、10円で作った、電力を20円で売るっていうのが電力会社の商売なわけですよ、ね、自分たちが何らかの発電で、まあ、例えば火力発電なり、ね、もしくは太陽光発電なり、まあ、何らかの発電手段で、まあ、基本的には10円で作ったものを、まあ、20円で売って、で粗利が10円ですよねと。で、その粗利10円で、まあ、販管費っていうのを払うっていうのが、まあ、電力会社の商売なわけですよ。だから、まあ、40円とか42円でしてね、買わなければならないっていうのは、もうこれは明らかにその国からの、まあ、ある
ある意味行政指導的なもので買わないといけなかったわけで、で本当はその電力会社からすると40円とか42円で電力を仕入れてたら、まあ、高くで仕入れて安くでしか売れないんで、まあ商売にならないわけですよね。だから当然その電力会社の事情に合わせて、最初はもうね、当然福島原発という、ね、大きな事故があって、まあ、原子力発電ですよね、まあ、当時で日本の4分の1ぐらい 25% ぐらいの電力を賄っていた電力っていうのを全部止めないといけないと、それに代わりにね、その環境に優しいクリーンな電気っていうのをね、急速に広めないといけないっていうね、まあ、すごい特殊事情が発生したんで、まあ、だからまあ40円とか42円とかで買いなさいということで、まあね、電力会社にかなり負担を強いたわけですけど、それはもうずっと毎年下がり続けてて、今はね、まあ、十何円というところまで下がってきてるということですよね。まあ、つまりじゃあ丸紅が、ね、電力っていうのをたくさん自分たちのグループで発電したり、もしくはどっかから仕入れてきたとして、それを買ってくれる電力会社が、その単価が下がってるわけですよね。ってことは今まで赤字だったってことはこれからも赤字ってことなわけですよ。要するに買ってくれるその買い側の、ね、単価が下がってるわけなので、だから今まで黒字だったっていうんだったら分かるんですけど、今まですでに赤字だったっていうんだったらこれからも赤字ですよねと、しかも、さらにまだ赤字が拡大する可能性がありますよねということで、だからもうこの事業部っていうのはもうはっきり言って競合に負けてると、ね、いうことですよね。まあ、要するに電力自由化で、ね、電力会社以外も、まあ、電力を、ね、小売りすることができるようになりましたっていう話なんですけど、まあ、はっきり言って丸紅はこの 2事業に関してはもう負けてると思います。で3つとも赤字で、3つとも赤字が拡大していて、なおかつこの2つの事業っていうのは黒字転換する見込みがないということです。だからまあね、論理的には合理的には廃止すべきというふうに考えます。はい、なのでまずは、ね、グループとしては電力インフラグループ、それから事業部としては電力プラント、この1グループ2事業部を廃止して、まあ、まずは5グループ12事業部にするということです。まだ12なのでまだ多いです。まだ経営陣とか1人の、ね、社長、生身の人間の社長が、ね、十分な情報処理して正しい意思決定をするには多すぎる事業部だというふうに思います。はい、なので改善を続けるしかないということですよね。まあ、とりあえずなくすといった時に、まあ、14のうち2なくして12にするということですよね。あとはまあ一緒にできないか、順番を変えられないか、簡素化できないかというのをまあ3つ、ちょっとやってみたいと思います。で整理するとしたら、まあね、第1次産業、第2次産業、第3次産業、第4次産業という形で整理するのが、まあ、一番分かりやすいかなというふうに思ってます。第1次産業というのは農林水産業ですよね。これ何の順番かというと付加価値の順番なんですよね。結局原材料に近ければ近い、あんまりこう人間の手っていうのが加わらなくても、まあ、商品として成り立つものっていうのが農林水産業だったりするわけです。例えばお米って言ったらもう収穫したらね、基本的に、まあ、野菜とか果物とか、そういったものっていうのはやっぱ人間の手っていうのよりはどっちかっていうと天然のものとか原材料っていう、割合が大きいですよね。だからその、原価っていう、ものの割合が大きいわけですよ。こういう人間の手っていうのが関わっているものが、まあ、付加価値が小さい、どっちかって言ったら、その原材料の上、比重が大きいものから順番に習っているということですよね。逆に情報通信なんて自然界には存在しないわけですよ。これも人間がね、もう自分たちのなんかね、知識とか知恵とか、で、まあ、作っている、商品ですよね。だからこの第1次、第2次、第3次、第4次っていうのは簡単に言えば、まあ、どれだけ天然資源とか原材料に近いか、まあ、逆の言い方をしたらどれだけ人間の付加価値が加わっているかっていう、まあ、そういう順番なわけです。そうすると、まあ、第1次産業というのは農林水産業、第二次産業は工業と、この、ね、石炭鉄鉱石とか、採掘する工業、もしくは自動車とか電気製品みたいな、作る工業ですよね。あとは建物を作る建設業、こういったのが第二次産業ですよね。で第三次産業というのはもう人が人に対してサービスをするっていう、まあ、いわゆるこう、ね、接客が中心になるものですよね。まあ、こういったものがサービスで、第四次というのはもう完全に、まあ、情報空間ですよね。デジタル空間で、使うような商品サービスっていうのを、まあ、人間の、まあ手で作るということですよね。まあ、ほぼ、ね、その原材料はほとんどないけれども、まあ、人の知識知恵とかあと労力とか、そういったものがすごく大きいのが、まあ、情報通信ということですよね。まあ、こういう枠で整理するのが最も簡素化できるというふうに考えます。
はい、そうすると、まあ、丸めに残っている、まあ、14のうちに、仮に廃止したとして、じゃあ12事業があるといった時に、まあ、今これがもうぐしゃぐしゃになってるんで、とりあえずね、この第1次第2次第3次第4次っていうので、まずちょっと仕分けする必要があるというふうに思います。ライフスタイルは3、情報不動産、これはちょっと後で最後切り分けます。情報と不動産が一緒になってるっていうのはちょっと意味不明なので、とりあえず不動産の方が、まあ、売上とか利益が大きいといった時に3ですね。でフォレストっていうのはまあね、木材を伐採して中間製品のパルプ作って完成品の木を作る、紙を作るというもので、まあ、これは1と、食料も1、アグリカルチャーも1で、化学が2、エネルギーが2、金属が2、航空機が2、金融が3、研究が2、次世代が4ということで、まず、仕分けするということですよね。でそれを並べ替えると1っていうのは結局フォレスト、食料、アグリ、これが1で、化学、エネルギー、金属、航空、研究、これが2で、ライフスタイル、情報は本当は4なので、不動産は3、金融が3で次世代が4ということですよね。で、今度は一緒にできないかということで、ね、まあ、フォレストっていうのは、まあね、ちょっとこう林業なので、まあ、独立してたとしても、残りの2つですよね、食料、アグリカルチャーは、これは統合が可能だと思います。そして、石油化学、っていうことで考えると、まあ、化学とエネルギーも統合が可能ということですよね。まあ、結局、原材料から、結局エネルギーを作る。そして、作ったエネルギーで、それに対する製品、化学、化学製品を作るということで考えると、まあ、統合可能というふうに考えます。そして、まあ、金属で、今度は航空と研究っていうのは、これは統合可能というふうに考えます。そして、ライフスタイルで、情報不動産。これは情報と不動産は最後切り分けます。不動産、で金融。これが、まあ、第三次ですよね。まあ、結局、最終消費者に対して、まあね、サービスをする、接客をするというもので、3と、でいうことですよね。で、次世代のものが4ということです。はい、そして、まあ、最後整頓すると、まあ、結局第一次っていうのはフォレストが1、フォレストですね、あと食料アグリが1つで、まあ、第一次産業グループで、まあ、結局フォレスト、食料アグリでこれで2事業ということになります。で第二次産業で化学エネルギーは1つの事業部で、金属で、航空研究が1つの事業部で、これで3つですね。で第三次はライフスタイルで、こう情報不動産ってなってるんですけど、情報は切り離して不動産で金融ですね。でこれで3つで、4次っていうのは今度は、ね、情報不動産っていうのの情報っていうのは次世代の方と、統合して情報次世代っていうことで、これで一つということですね。そうすると、まあ、結局最初は6次グループ14事業部あったんですけど、まあ、それを4グループ9事業部まで、まあ、整理することができるということです。まあ、正直9でもまだ多いんですけれども、ね、まあ、本当はあの金融とかですね、もう本当は廃止してもいいかなっていうぐらいの、まあ、業績ではあるんですが、まあ、廃止するものを少なくしたとして、まあ、並べ替えて整理するならば、まあ、一応9までは整理できるということですよね。まあ、あのすっきりさせることができるということです。本当は7以下までしたいんですけど、ちょっと、とりあえず14、9っていうところまでは、整理可能ではないかというふうに思います。まあ、9ってなると一応人間がギリギリ、まあ、情報処理することができる、範囲ですね。なので、まあ、4グループ9事業部となるので、まあ、ギリギリとはいえ人が情報処理することが可能な数まで、まあ、整理はできますということです。で、まあ、総合商社っていうのは商品にこだわりがなく何でも取り扱えて何にでも投資できるっていう点もあるんですよね。そのこだわりのなさが強みっていう言い方もできるんですけれども、ね、これは経済の原則には合ってないんですよ。かなりこう例外的な考え方ですよね。でもしありとあらゆるもので優れることができるっていうんだったら、総合商社っていうのは実質一社だけでいいということですよね。だからもう全てのものの仕入れ、そして売るということに関して全部で1位が取れると、全てで優れることができるっていうんだったら、じゃあなんで日本に5つも総合商社が必要なんですかっていう話になってくるわけですよ。もし全部で優れることができるっていうんだったら、ね、全ていやこの、ね、商品の仕入れ販売に関しても、この分野に関しての事業投資に関しても全部うちが1位を取れますと、もし言うのであれば、じゃあなんで総合商社ってそもそも5つもあるんですかと、ね、実際は5つじゃないんですよね。もっと数はあるんですよ。ただ5大総合商社って言われてるんで、まあ、5つっていう言い方をしてますけれども、ね、もし全てで優れることができるんだったら、実質は1社だけでいいということになります。で、ということは、じゃあなんで一社だけじゃないかって言えば、それは全てで、一つの会社で全てに優れるってことはできないということですよね。
はい、で、まあ、かつては7大商社って呼ばれていたが、まあ、いつの間にか5大商社って言われているようになっている、まあ、これが現実ですということです。もうほんの少し前までは7大商社っていうふうに言ってたわけですけど、まあ、気がつけば、ね、近年は5大商社っていうふうに言われているということです。ということは、まあ、銀行が3大メガバンクっていうふうに呼ばれるようになっているように、まあ、総合商社も将来は3大商社って言われるようになっている可能性が非常に高いということですよね。なんでかって言ったら、銀行っていうのは、まあ、お金の仲介業ですよね。で、商社っていうのは物の仲介業なわけですよ。で、確かに製造業とは違うんで、自分たちで商品作ってるわけじゃないから、ね、その、まあ、結局ね、ありとあらゆる商品っていうのを扱うことができるっていう、こう、融通っていうのは効くんですけど、その代わり差別化できないわけですよ。銀行からしたら結局商品お金ですよね。お金っていう商品は別に自分たちの、銀行じゃなければ取り扱いできないわけじゃないわけですよね。ね、いや、そのお金ってうちしか取り扱いできないんですと、うちしか仲介できないんですっていうわけじゃないわけですよ。いや、商品お金なんだったら、ね、どの銀行でもお金は商品として取り扱い可能ですよねと。だから差別化できないんですよね。で、総合商社も同じで、結局物なわけですよ。石炭とか鉄鉱石とか天然ガスとか、ね、航空機とか、自動車とか、全部物なわけですよ。で、その物ってじゃあ丸紅じゃないと取り扱えないんですかって、そんなことないわけですよね。別に伊藤忠でも三菱でも、ね、三井でも取り扱うことができるわけですよね。ってなるとやっぱ差別化できないんですよね、この、ビジネス的に。なので結局じゃあっていうことになると、もうね、最終的にはもう規模、っていうのを、上げて、ね、管理部門を減らして効率を上げていくしかないんで、そうするとどんどんやっぱね、企業が合併統合っていう形で、まあ、合理化を図っていくということですよね。なので、まあ、結局銀行に関してはお金の仲介っていうことで、まあ、最終的には3大メガバンクというふうに呼ばれるようになったわけですけど、総合商社もまあ同じように、まあ、5台、7台はもちろん5台でも多いよねということで、ね、3台で、ね、重複している部分っていうのは合理化で効率を図った方がいいんじゃないかというふうに、まあね、結局日本の3大商社っていうふうに言われるようになっている可能性っていうのは、まあ、近い将来非常に高いというふうに思っています。まあ、であれば、まあ、丸紅が競合との競争に勝つために、まあ、総合商社の中で丸紅が1位の事業っていうのが必要になってくるということですよね。まあ、例えばそのね、この金属資源に関しては、例えばうちがもうね1万ですみたいな、っていうのが、まあ、例えば他のね、三菱だったり、もしくは三井物産だったりあるわけですよ、ね。なのでそういった、まあ、いや、これはこの取り扱いに関しては丸紅が1位だよねという、そういったものっていうのが絶対必要になると。今14事業部あるわけですけど、14全部で勝るってことは絶対できないんで、ってことはこれを取り扱ったらもうそれは丸紅が1番だよねというものっていうのが絶対必須になってくるとね。繰り返しになるんですけど、扱ってる商品で差別化するっていうのがものすごく難しいので、ってなるとやっぱりその分野に関してはもうね、この企業が一番っていうものが必要になってくるということです。で、まあ、事業部を減らして経営資源に一旦余力を作るということですよね。だから今その人物お金時間情報っていうのが14の事業に分散してしまってるわけです。で、余りが少ないわけですよね。なので一回事業部を減らしましょうと、ね、その組織図の方を変えましょうと、ってなると、まあ、経営資源人物お金に対して例えば14のものに投資してたのを例えば12に、投資するとか、12に投資してたものを9に投資するっていう形で、まあ、1回余力を作って、 できた余力を勝てる事業に重点的に再投資するっていう風にする必要があるということです。はい。で、丸紅が、まあ、他の4大商社ですよね。伊藤忠、三菱、三井、住友、この残りの4大商社に勝てる可能性が高い事業っていうのは、まあ、食料アグリではないかというふうに考えます。はい、食料アグリですね。まあ、これはもともとは2事業に分かれてるんですけど、まあ、統合は可能ではないかなというふうに思います。まあ、食料に関しては営業利益が237、315、432億ということで、まあ、右肩上がりになってますと。で、アグリの方は431億で1回、営業利益が減ってるんですけど272億で、で、一番直近では512億ということで、まあ、この2つっていうのは営業利益が上がってきてるんですよね。まあ、売上っていうか取り扱いの金額もすごく大きいです。そうした時に、まあ、丸紅の食料事業部の強みっていうのは、まあ、コーヒー、
の、対日輸入シェアがもう 30% ですと、ね、だから丸紅経由で、まあ、3割の、コーヒー豆が入ってきてますということですよね。世界40カ国以上に販売する、ブラジルの、ね、インスタントコーヒー製造事業、これがまあ強みですと、それからアメリカ、オーストラリアの2大牛肉生産国に高品質な牛肉の供給拠点を保有してますと。で、穀物、集荷から販売までつなぐグローバルネットワークを駆使した安定した穀物供給力っていうのを、まあ、丸紅は供給網として持ってますということですよね。で、まあ、アグリカルチャー農業の方は、まあ、農業資材リテイリング分野において北米第2位のシェアを誇る地域密着型の企業及び同社事業を通じて得た農業生産者が抱える課題への高い問題解決提供力ですね。それから穀物集荷から販売までつなぐグローバルネットワークを駆使した世界各国への安定した穀物供給力ということで、まあ、穀物供給っていうことに関してはマルベニアすごくこう、ね、強みっていうのを持っているわけですよね。ここを全面的に、押し出していくというのは、まあ、この分野、この事業部に関しては十分残りの4大走者に、勝てる、可能性を持っているというふうに思います。はい。で、まあ、勝つためには丸々といえば丸紅というものが、まあ、必須になるということですよね。丸紅って結局、まあ、総合商社っていうのは分かるんだけど、ね、どんな総合商社なのって言った時に今ははっきり言ってあんまり特徴が見えないっていうか見えにくくなってると思うんですよね。でもやっぱり5大総合商社が3大総合商社にもし時代的になっていくってなったら、まあ、残らないといけないわけですよね。残るためにはやっぱ人の記憶に残る必要があるんで、そうなるとやっぱ丸々といえば丸紅っていうものが必要になるということです。なので、まあ、例えば、ね、農業といえば丸紅だよねとか食料といえば丸紅だよねとか穀物といえば丸紅だよねみたいなっていう、何かその他の4つの総合商社に比べて明らかに強い事業強い商品っていうのの、まあ、取り扱いとか、まあ、もしくは事業投資っていうのが必要になるというふうに思います。はい。で、まあ、将来的には、まあ、その農業っていうのを一番基軸にして、それに、まあ、持ってるグループの中にある金融部門、そしてグループの中に持ってる IT 部門ですよね。だ農業っていうのがど真ん中にあった上で、農業×金融、農業×IT、もしくは農業×金融×IT っていうので、まあ、丸紅独自の、ね、経済圏っていうのを作っていくという、構想になると、まあ、これは持続的に、ね、今は、そこかもしれないけど、ここから持続的に上がっていくんじゃないかということで、まあね、投資家に対して、まあ、明確なビジョンというのを示すことができるというふうに思います。はい。そのためには、まあ、貴重な経営資源をもっと効果的に使えるようにするためにまずは組織図の改善、一番最初に何をやるべきかといったら組織図の改善だと思います。あの組織図では正直勝てないっていうかちょっと人材の能力がなかなか活かせないと思うので、まずは組織図の改善が必要だというふうに思います。すなわち事業の選択と集中ですね。14事業部っていうのは多すぎるんで、まあ、できれば9以下に、ね、その選択と集中を、してまずは、勝てる戦える、組織構造を、作っていくということが必須だというふうに思います。はい。ということで、丸紅経営課題はということなんですけれども、今回は、選択と集中というのを結論としました。最後にお知らせを1点させてください。明日までの期間限定で新プロジェクトを LINE で発表しております。すでにフォローしてくださっている方は LINE の方もご確認ください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。